はい、皆さんこんにちは、マイチクです。今日は久しぶりにねフォルツァストリートの方をやっていきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。今回ね撮っていくのはねやはりねあちらが来たからですね。こちらのスポットライトとうとう来てくれましたね。これエピックでダッチのバイパーですね。もちろんエピックなので 10% からですが、まあ一応全部見ていきましょうか。レア、コモンがあってで、まあ普通にレアがありまして、星3星2とね、そしてエピックも、まあ、バイパー以外にこれだけね出る確率可能性がありますよと。まあ確率は正直高くないですが、まあ845枚ねあって、これはどうしても欲しいので、そうですね、5カードですね。5カードをまず引いていきましょう。まあこれでね当ててしまいたいですね。もうこれで当たったらば十分ですね、僕は正直。はい、ではまず1枚目から使っていきますが、まあ、一発目で来たら大発狂ですよこれはね。もちろん、まあレアですね、ダッジのね。まあダッジはダッジでもそうですね。RT 皆さんも持ってますよね多分ね。まあ、なかなかねこのクラシックって必要になってくるけど、車がね揃わないのでまあ良きでしょう。はい、では2枚目使っていきましょう。これで出てもいいんですが、なかなかね厳しいとは思いますが、いらないなそれは。 BMZ4 ね、まあ、この方僕好きですよ。嫌いじゃないですし、まあコンパクトカーでね日本でも乗りやすい車両で、まあ、すぐ実車の話になってしまうんですけども、いい車ですけどね。でも今回求めてるのはもちろんそれではなくてですね、バイパーなので、はい、3枚目でねもうねゲットしたいですね。そこでもいいよ、真ん中はやめなさいって言いましたよね。あなた何十回痩せるんだい、何十回痩せるんだい君、いらない、いらないって。違うでしょうに、今日は何の日だい、バイパーの日でしょう。はい、4枚目、あこれ合わせて2回ですね。まあ出てほしい、まあ出るまで引きますけども、いやーもうちょっと微妙すぎないかな。そうじゃないでしょう、そうじゃないでしょうにあなた BM。 うん、あこれ結構ストレートチップもたまったかな。でこれラストかな、ラストですね。いや5カードあっという間ですね。頑張って貯めたんだけど、でもこれ来るでしょ最後、来てほしいね。あそこでいいよ、オッケー、よし来ましたね、これ欲しかったやつね。はい、ダッチのバイパー来てくれました。最後の最後で来るあたり、なんか本当よく分かってるね君、これでエピックが1台ね増えましたね。初日でゲットするっていうのは大事ですよこれ。あやっぱりクラスね増えてましたね。じゃこちらもねもう引いておきましょう。何かしらのね34くんがね、何かしらの34くんが出るかもしれないよね。これ奇跡が起きないよね。4台揃ってんだもんこの子はさ、本当にもうって感じですが、まあ十分ですよね。さて、いやーこれはまあ嬉しいですよ。見ていきましょう。はい、来ました、ダッジバイパーですね。いやーよかった、カラーがめっちゃありますね今回も。まあ一通りね、まあ全部一応見ていきましょうか。では、まあ、いつもこうやって見るときに皆さんにもお尋ねするんですが、皆さんの好きなカラーはどれでしょうか。
皆さんならどれを選択されるでしょうか。ねえ、迷いますね。これだけ選択肢があると嬉しいけどもう迷っちゃうよね。うん、優柔不断が過ぎるぞ毎地区っていう風にね、こう思われるでしょうが、仕方ない。これだけ魅力的なカラーが豊富にあるとですよ。意外とこれ僕好きですね。白ってね、やっぱり良くないですか。白僕好きなんだけど、せっかくなのでちょっとカラーをね、やっぱり、あ、でも白かっこよくないですか。これやっぱり好きなんだよね。これでまあカスタマイズはね、この星2星3をいつも通りですね。うん、でモッドがね、あー、なるほどね。でもこれ星1、2って結構いいと思うんですよね。これどうでしょう、星3よりも星1の方がかっこよくないかな。意外といいですよね。これにいろんなカラー、あら、これはもしかして、あ、そうですね。やっぱりメーカーペイントを変えるだけでラインの入り方とか、あ、これはない状態か。さっきねありましたよね、ラインが。これ、あ、これでね、黒が入ったりですよ、センターに。あ、2本。あ、これは2本ね。あ、黒白も、あ、赤もいいね。あ、このやっぱり何もない白もいい。皆さんこれ迷いますよ、絶対。これは迷う。ねえ、種類が多すぎる、豊富すぎるというか。あ、でもこのカラー、青もいいけど、やっぱりこのカラー、よし、じゃあ今日これでいきますね僕は。うん、オレンジかな。お気に入りね、しとかなきゃ。で、まあ、最初だけね、これちょっと上げていきましょう。チューニングレベルをね。それで455で、プラス3の458か。うん。まあ、いつも通りね、ちょっと走ってみて、で、まあ、プロファイルもね、見ていこうと思いますが、確かね、あの、マクラーレンの車両たちがすごく有能すぎて、プロファイルね、ステータスですけど、まあ、前回の動画、前回だったかな、まあ、お見せした時にね、ちょっと驚愕するようなステータスでしたよね。とりあえず、ここで走っていきましょう。このバイパーの PL に合わせて445でいっか。これでね、少し走っていきます。かっこいいね、こう見るとやっぱり青色で。さて、マイアミ湾岸地域ということで、相手もオレンジっぽいかな、カラーは。ここ見るのが好きですね、僕は。さ、あ、意外とこれね、スタートは、しやすいですね。成功したらまず1本目吹きますよね、2頭ね。このコースは、ちょっとね、これ、寝て、2本目ためずに、そうですね、ちょっと直線に入ったところら辺で引きますね。で、ここで2本目貯めましょう。うん、これ使わずにこのコーナーを決めて、もう溜まっているので、ここで引きます。本当は直線になってからいいね。ほら、これ余裕でかけますが、まあいいね、音がやっぱり。うん、バイパーね、ガチバイパー、いや、いい走りじゃないかな。ただどうだろう、加速、スタートは良かったね。コーナリングとかちょっとよく分かんなかったな、いまいち。
まあ、プロファイルをねいつも通り見ていくんですが、ちょっと加速がね、でもハンドリングやっぱりいいですね、スタートと。でスピードはまあちょっとねそう、確かにね、そうですよね。だからコーナー勝負かな。で長い直線は弱いかもしれませんね。うん、でも今回のバイパーでエピックは8かな、うん、発射種になりましたね。うん、十分かな、これだけ揃えることができたらね。まあ全部コンプリートしてられる方もいると思いますが、まあ嬉しいですね。どうしよっかな、やっぱりちょっとこれもねありっちゃありなんですよ。せっかくだからちょっと真っ赤にねして最後見ていこうかな。いずれこのね持ってる車両も皆さんにね全部紹介できたらなと思っています。このテールもねやっぱりバイパーだよね、うん、でこのロングノーズがねやっぱりたまんないですね、アメ車ってね、うん、スーパーカーではなくてスポーツカーなんだけども、なんだろう、まあ、スポーツカーだからこそのなんかフォルムってありますよね。スーパーカーではない、僕は意外と好きです、そういうのね。スーパーカースーパーカーで好きですけど、ちょっとねこういうチェンテナリオとかね、あこのチェンテナリオね、あの PL585 でそうですね、全てフルマックスまでいってね、もう完全に仕上げましたね。あとはまあ星4にね頑張ってできたらなと思いますが、まあ大変かな。ということで、まあ今日はね、久しぶりのエピックですよね、スポットライトで。嬉しかったですね、当たったのはね、ほんとバイパー。まあ大事にね、育てていこうと思います。まあ先ほども言いましたけどもね、まあ車両紹介っていうかね、ガレージっていうかな、そういう動画も上げていこうと思いますので、よかったらご覧になってください。ということで、皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。